で僕が入れていきます。ではですね、この特製スープを、この中に入れます。スープを、ね、水で溶かしただけでございます。氷水でもいいかと思います。このまま、ね、かかりましたところで、先ほどの、ね、麺と一緒に、ね、食べたいと思います。実はこれ本当は、ね、レモンとかね、それから、カイワレとか一緒に食べるといいそうですけどね。これはまたこれね、僕は日清の塩ラーメン、まあ味噌ラーメンとか札幌一番味噌ラーメンいろいろありますけど、札幌一番の中では塩ラーメン大好きなんですけどね、またこれはまた違って今まで食べたことのない食感でございますね。暑いですので、ね、暑い夏に、どう過ごし、涼しく過ごすかというアイデアをこれからもやっていきたいと思っているんですけど、以上、塩男のピッチャーでございました。塩ラーメン、冷やし瀬戸内レモンでございます。